こんにちは、うまきちです。今日のね、うまきち TV、競馬、ひらめき競馬の、予想のね、時間です。先週はね、宝塚記念、終わりましたが、皆さんどうでしたか？取れました？僕はね、ウィンバリエーションから行ったんでね、どうもやっぱりちょっと沈んじゃったんでね。でもね、今週から夏競馬始まります。今週は CBC 賞ですね、中京。早速予想の方行ってみたいと思います。私の予想はこれだ。ダダン、三連複でね、ちょっと狙ってみようかなと。でね、この CBC 賞ね、牝馬がよく来るんですね。過去10年で、7頭がね、牝馬買ってます。ね、女の子は夏場強いって言いますからね。男の子頑張れ。でね、一頭だけ、このワケノブライブ。この子だけ男の子なんですけどね。前走がすごい強かったんで、ちょっと入れてみました。ですね、まずね、このベルカント、これ軸にしました。これ竹さんが乗ってます。これも、牝馬です。この子から、このエピセアローム、トフォアマポーラ、リアルヴィーナス、ルナフォンターナ、これ全部牝馬で、ハンデ戦なんで、これいいんじゃないかなと思います。そして今週の注目馬のコーナー、じゃじゃん、東方アマポーラ。ちょっとね、人気があるようなんですが、今回、53キロで走っております。そして牝馬といえば福永君ですね。こいつもね、前回ね、宝塚で注目馬、上げてたのを全くね、買わずに失敗したんで、今回はね、こいつの副賞、ちょっと買っとこうかな、と思ってます。まあ、そんな感じで、CBC 賞、一応予想終わりました。明日、明後日ぐらいにね、もう一つの重賞ね、ラジオ日経賞、福島のね、優勝なんです。これもまたアップしたいと思います。それでは、皆さん、いい週末を。